はい、皆さんこんにちは、浅掛敦史でございます。もう雪降ってますね、ほんまに。お昼になったらやむんかと思ったらやまへんやんっていう。まあ今ね、まだ事務所に入ってね1時間経ってないでね、窓を開けて換気をしてるんですよ。寒いわ、ほんまに嫌やんこんなほんまに。今週ね、月火とね東北方面に出張やったんですけどね、出張してる時に急遽知らせ入って、すぐ京都行かなあかんやんみたいな話になってね火曜日にね東京駅へ戻ってきてね、東北新幹線でそのまま東海道新幹線乗り換えてね京都で2泊したんですね。でまあその時そんな寒なかったですよ。もう春やんと思って、でまあいろんなとこ行ったんですけどね、岩倉というとこあるんですね。岩倉朋美がね、なんていうか一時隠れてたという、まあ岩倉家の領地があるとこなんですけども、まあそこにですね行ってタクシー乗ってね、うろうろしてたんですけど、運転手さんにこの辺まだあれですかって、冬になったら雪いっぱい積もりますかとかできたら、いやーもうそんなことないですよって言われて、もう10センチぐらいですかねって言われて、10センチかって。僕ねその岩倉のちょっと手前のね修学院っていうところに住んでたことあるんですね。3年ぐらい住んでましたかね、大学の時に。まあそこに実家があるんですけど、比叡山のふもとですよ。寒いとこなんだ、あそこ嫌やわって。俺ねその時にね、まああれ通りで言うたら北山通りから、まあもうちょっと比叡山の方に入ったところに実家があるんですけど、もう毎年のようにね雪が降ってね、北山通りなんてねこんな雪積もるんですよ。ほんで僕ね北野の方にね家庭教師に行ってたんですよ、当時小学生を教えに。30センチの雪の中ね、あれですよ、あれバイクって言って、あれなんとかって、おばさんが乗るやつですね。ちょっと最近単語が出てけへんですけど、スクーターに乗ってね行った覚えてますよ。こんな雪かき分けて、うわ嫌やわ北山通りと思いながら、昔そんだけ雪降ってね、岩倉って言うたらね、その京都の北海道って言われてたんですよ。ほんまですよ、あんなとこ絶対住みどないわと思って。修学院よりまだ北にあるんですよ。そのね、ほんで岩倉の向こうにね京都産業大学ってあるんですけど、ね、上賀茂っていうところなんですけど、向こうっていうか、まあ、正確にはちょっと西になるんですかね。まあ、岩倉駅からこっちへこう行く電車で、行くんですけど、あんな寒いとこ、しかも山の上にあってね、その山の上に京都産業大学があって、その裾野の方にねいっぱいね下宿屋さんがあって、そこに三大生が住んでるんですよ。そんなんね、雪は冬はね雪に閉ざされるんですよ。でも麻雀やるしかないやみたいな、そういう世界なんですよね。でいやーもういや、なんかもう三大の人たちってあんな寒いところでみんなこうやってこたつに入ってね、ちゃんちゃんこ来て、ね、でみんなでわーって麻雀やってるんですよ。何回かそういう下宿に行って僕も麻雀しましたけどねもう麻雀もしてないわ。まあそれはええんですけどね。でちょっと前の京都ってね、ちょっと前ってほんの数ヶ月前ですよ、そういうね岩倉の実相院とかねそういうとこまでねインバウンドがうじゃうじゃいたらしいんですよ。ほら本来観光地ではないんですよ、実相院とかね。でもちょっとこちらの大原三千院とかって観光地なんで、もううじゃうじゃにねインバウンドが言い張るんですよ。でね、僕が行ったの今週でしょ、今週の初め頃、今週の真ん中ぐらいですか、火、水、木とおったんですけども、もうね、インバウンドのかけらもないほんまに言い張らへんねん。確かにね、京都駅とかに行くとね、白人の観光客、明らかヨーロッパから来てんのかなみたいな人が言い張ったことは言い張ったんですけど、東アジア系がほぼ目につかないですね。だからむちゃくちゃ減ってる感じがして、んでまあタクシーでうろうろしたんでね、運転手さんにどないですかみたいな話聞いたら、いやもう大変みたいですよ、インバウンド関係は。もうね近くで飯食ったんですよ。僕京都駅の近くにホテルを取って、ほんで近くにの焼き鳥屋かなんかに飯食いに行ったんで、どないですかとかって言ったら、いいえ、ここからどんなお客さん来るのって言ったら、まあサラリーマンも多いけどインバウンドも多かったとか、インバウンド減ったでしょって言ったら、減ったというよりもね、いませんとか言われて俺大変やみたいな。まあそこはね、地元のサラリーマンとかも相手なかったんで、どう言いましょう、その
店を畳むとかそういうレベルじゃなくてね、どん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 お客さんも来てましたけどね、まあ割と美味しい焼き鳥屋さんでしたけど、ほんなね、インバウンドをね愛せんしてるね京都の産業ね、今ね軒並みねひどいことになってるんですって。まあタクシーもそうですけどね、ひどいことになってる。でね、ほんでね、インバウンドに関係ない、京都人、京都に住んでる京都人の大半はインバウンドに関係ないんですよ。実は関係ないところで自分のご商売なさってるわけですね。ご商売やってたりお勤めになったりしてるわけなんですよ。ほぼ関係ない人たちにとってはね、ああよかったやんこれもうあの人たちも今度今度いてってみたいな、そういう感じになっててね。しかもその今までインバウンド関係は景気良かったでしょ、ハブリエでしょ。でまあ京都の人ってね、基本ねいけず意地悪ですからね、あの人らこれでええ思いしはってって思ってたのね。完全ねザバーモードに入ってるんですねほんまに。だからね、あの人たちね声には出しませんよ、声には出しませんけどね、そのインバウンド関連してない人ばっかりわって集まると、ほらほらあそこ困ったはんで、あの人らなんかお客さん来いひんみたいで大変みたいでとかって喜んでるんですよもうねもうね、そういう光景がねこうもうすぐ目に浮かんでしまいます。ああ、言ったら喜んでんな絶対っていう。でインバウンド関係の人らはね、うわ大変や大変やってちょっと青い顔しながらね、まあそれでもね京都人って基本クールに見せようとしますからねいや大丈夫そのうち戻ってくるしみたいなそういうふうにこう生きがってるのは強がってるのかなというところも想像できてね、旗で見てるとねむちゃくちゃ面白い僕もね京都にねまだね実家があるもんでね、僕たちは使ってないんですけど実家がある、あったりするでしょ。そうするとね、嫌なんですよインバウンド来てくれはんの。僕の実家の一つはね、非常にこう銀閣寺といって観光スポットですね、銀閣寺京都観光スポットで、銀閣寺からどうでしょうね、お寺さんからのお寺さんから歩いて10分ぐらいでしょうかね、12、3分のところにあって、本来観光地じゃない、もう外れてるんですよ、完全に外れてたんですよ。だからうちの僕が子供の頃にね、うちの近所まで観光客が来るっていうのはほぼなかった、まあ、たまに紛れ込んできますよ、でもほぼなかったんですけどね。今はねもうねいますよ、そんなね。うちのね近くのねバス停なんてね、市バス、京都人は市バス乗るんですけどね、ほぼ生活路線なんですよ、観光路線ではないのでね。何年か前に泊まった時は、ね、その市バスの駅にね観光客インバウンドがうじゃうじゃって20人ぐらい待ってはるんですよ。ちょ勘弁してえなそれって、よう言うてましたけども、市バス乗れないって言ってますね京都人はね、インバウンドが多すぎて、なんかインバウンドの人たちなんか1日どこでも乗れるような券持ってはるんでしょ。だから、ね、それでこうあの人たちこれ見ながらね、市バス乗らはるんですよ。そんな歩けよと思うんですけどそうだからね、ものすごいね実のところね嫌やったんですよ。僕もそうですけど、こんなところほんでええやんって、何かねそれがね僕のねこうビジネスにつながってるんであればいいですけど、ほぼほぼ関係ないんですよ。ほぼほぼ関係ないから、どっちかというとそんなにこう嫌なんですよ。で京都人のね本音を言ってしまうとね、もうおのぼりさんはおのぼりさんで、おのぼりさんのところにおったらええやんみたいな。おのぼりさんって観光客インバウンドなんですけど、僕らの子供のところは日本人ばかりだったんですけど、で基本田舎者をねこういう目で見てますから、あんたらそのね清水寺行きたいって、清水寺行ったらええやんって、あそこの坂登ってったらええやんって、金閣寺行きたいって見たらええやんって、でそこからね僕らの生活圏に来てほしくないんですよ本来の。昔は錦って言うたらね京都人の台所やったんですよね。今インバウンドだからでしょもうだからね京都人は錦なんか行かへん、あんなとこは観光客が行くとこ、観光客が行くところね、どっちかというと下げ済むんですよ京都人は。まあまあ、はっきり言ってめんどくさいですね、人いっぱいいますから。で僕も嫌いなんですけどね、だから金閣寺とかね、僕初めて行ったら30過ぎてからですよほんまに。銀閣寺もね十何分の近所にあるのに、30過ぎた時に京都案内してなって言われて、案内なんかできへんねんけど一応京都人やしいと思って、初めて入りましたよ、本番に。もうそれくらいね、京都人ってね、京都の観光スポット行かないんですよ。この前、下鴨神社に行った時にね、連れてってくれたね、不動産屋さんのね、おばさん、僕より1個か2個上のおばさんに、下鴨神社行ったことありますって言ったら、うにゃうにゃうにゃって言って、行ったことないんや、それって。行かへんって。
下鴨神社ってね、うちの実家からやったら歩いて20分ぐらいのところあるんですよ。まあ近所ですね。あ、行こうと思ったらいつでも行けるんですよ。で、でも行ったことない。行かへんわ、そんな。京都の人間はね、京都の観光スポットをね、巡ったりせえへんのですよ。ほんまに。嵐山はね、まあ何回か行きましたけどね、何がおもろいんやろと思いながらね、あれ見てましたけどね。まあでもそういうね、京都人の本音から言うとね、ザマーなんですよね、ウィンバーのこういうのって。もうええわ、子供はずーっとこれでいてえな、みたいな。と思ってる人がね、実に京都人のね、8割ぐらいちゃうんかなと思いますよ。つまりインバウンドに関連せない人はもう、混んどいてみたいな、そういう感じなんですね。だからね、喜んでると。でもね、それはね、ぬか喜び。まあ、そのうち必ず戻ってくるんですよ、インバウンドは。はい。という、あの、京都人同士のね、醜い心情のお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。